はい、非常に残念なお知らせです。U ターンしようとして立ちこけしました。被害は左フロントウィンカー破損、ビキニカウル傷、そしてクラッチレバーも破損。めげたんで帰ります。小菅村からだいぶサプラインを下って塩山のコンビニでビニールテープを買い、ウインカーを補修、そして、仮坂トンネルを越えて140号秩父まで来ました。今日はこのまま帰ります。悲しいですが帰ります。